アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁は、大災害に対応するアメリカ合衆国政府の政府機関である。アメリカ合衆国国土安全保障省の一部で、緊急準備、即応担当時間の下に置かれ、天災や人災に対応する。洪水、ハリケーン、地震、原子力災害を含む、その他の災害に際して、連邦機関、州政府、 その他の地元機関の業務を調整し、家屋や工場の再建や企業活動、行政活動の復旧を資金面から支援する。各州や連邦政府直轄地のワシントン DC などに、緊急事態管理局、保健、緩和局、中小企業局、消防局など、下部組織が存在する。20世紀前半、自然災害に対応する連邦政府の部局は、 公共道路局やアメリカ陸軍工兵隊など様々な部局に分散していた。1960年代から1970年代にハリケーンや地震災害が相次ぎ、ジミー・カーター大統領が連邦政府の災害対応部局拡大を支持し、1979年4月1日に FEMA が設置され、消防庁、連邦保健庁、民間防衛準備庁、 連邦災害援助庁、連邦有事準備局と統合された。国土安全保障省発足以前は、大統領直属の独立した連邦機関として、自然災害を中心とする緊急事態に対し、連邦軍、州兵を含む他の連邦機関、州及び地方機関に対して予算執行を含む強力な指揮命令権を有していた。2003年3月に、 ブッシュ政権による組織改編で国土安全保障省に編入され、危機管理能力の向上が期待されたが、指揮系統が混乱し、2005年に相次いだハリケーン災害で政府の対応が遅れたと報じられた。国土安全保障省が創設された以降も、f e m a を含む移籍した22機関は、各出身官庁に分散して、人事管理指針も存在せず、 職員相互の意思疎通も密でなかった。国土安全保障法の実行法が改変前と同様に各省庁に分散していたことが混乱の原因の一つに挙げられる。2007年3月にアラバマ州エンタープライズを襲った竜巻の被害を確認するため現地で活動する FEMA の車両原子力テロに対する放射能汚染対策である。 プラニングガイダンスフォープロテクションリカバリー、フォローイング RDD&IND インシデンツも策定している。FEMA はアメリカ連邦政府によるアメリカ人虐殺をレックスマイナス84プロジェクトとオペレーションガーデンプロットに基づいて信じる陰謀論者たちの告発にさらされてきた。改厳令施行後は連邦政府に自治体及び州政府の権限が移され、 FEMA は、マウントウェザー緊急事態指揮センターなどに拠点を置いて、連邦政府の執行機関として活動する。About FEMA。Federal Emergency Management Agency.October 20.2011.Budget in.Brief Fiscal Year 2017.Department of Homeland Security.December 12.2017. 工事園第6版、同第7版では、 フェマと表記しているが、これは誤り。船橋洋一、21世紀地政学入門、文芸春秋、2016年259ページ、ISBN 978から4から16から66万1064から8。消防防災博物館大統領から非常、事態宣言、またはそれに準ずる。 命令等が発令された場合、現地に派遣された FEMA 係官は、自身の判断で、当該災害等に関する、あらゆる措置を口頭で、大統領命令として執行することができ、書類等の事務手続きは、事後処理でよかった FEMA、DHS、プラニング、ガイダンスフォープロテクションリカバリーフォーローイング、RDD&IND インシデンツ、US コンセントレーションキャンプス、 FEMA& ザレックス84プログラム。そこで何が行われているアメリカにある秘密基地5000エリア51ダルシー基地ライブドアニュース公式サイト。ありがとうございます。